あげたのよ。団長、話がある。妄想を壊すな、だろ。分かってんじゃん。諸君らの話すことなど分からないとでも思ったか。俺たちはお前たち自警団を止めに来た。止める？笑わせないでくれ。我々を止めることなど誰にもできはせん。だったら俺は誰でもねえよ。妄想は無理やり壊さないでください。愚問だな。諸君らは言葉で分かり合えるとでも思っているのだろうか。思ってないからここに来たんだよ。跡形も残らず殲滅ね。人様の秘密基地に土足で入り込んでおいて随分と失礼なお嬢さん。人様の世界を壊しておいて随分と失礼なリーゼントね。自警団の正義を俺は見過ごせない。妄想ってそんなに悪いことなのか。愚問に次ぐ愚問だな。言葉で分かり合えぬと認めたのは諸君らだ。ならばすべきことは一つ、互いの理念をぶつけ合おうではないか。ああ、ぶつけてやるよ。秋葉原自警団団長、この私が全力で受けて立つ。秋葉原自警団の名において諸君らを成敗する。この身任せとけって。安心しろ、諸君らの大軍は圧倒する。ヘビーブじゃないか。だがまだ我々には優秀な副団長がいる。諸君らに副
副団長が倒せるかも。あんたも寝てなさい、永遠に。ようじゃねえな。団長さん、大丈夫でしょうか。ふん、放っておきなさい、そんなやつ。まさしく鬼だっち。この先に瑞希がいるんだな。立ち止まる暇なんてないわよ。今こそ自警団を壊滅に追い込むんだから。ああ、分かってる。団長さん、絆創膏です。ちピン君、やっぱり嫌な予感が止まらないっち。敵がいる。敵を3体発見し、先手のチャンスっち。ラルク、3年生、ラルク、3年生、ラルク、4体撃破。カード上げてくれ。ラルになるか。いい予感がするっち。近くにお宝がありそっち。敵がいるっち。敵は3体っち。先生でも油断大敵っち。ラルク、3年生まれ。敵を1体撃破っち。ラルク、なかなかやるっち。やりましたよ、1体っち。袋っち。
水木。朝日。自警団、お前を止めに来た。そんなことわざわざ言われなくても分かってるよ。だったら分かってくれ。ここまで来た俺の、俺たちの思いを。それは無理だよ。どうして。僕には分かるよ、朝日がどうするつもりなのか。心の中を、本当の思いを明かして、そして本気でぶつかり合うつもりなんでしょう。あ、そうだ。俺は誰よりも弱い。すぐ投げ出して、すぐ逃げ出しちまう。小さい頃からそうだった。本気で戦ったことなんて一度もなかった。だから今も答えを出せずにいる。妄想を守るべきなのか、壊すべきなのか。だけどこんな俺でもさ、一つだけ分かったことがあるんだ。どうしたらいいのか分からないってことが。そりゃ妄想が壊れたらさ、救われる人だっているよ。だけどさ、妄想が壊れたら傷つく人だっているんだよ。だから俺はお前に妄想を壊してほしくないんだ。誰かが傷つくようなことをお前にしてほしくないんだよ。自分で答えを出せないからって、こんなのかっこ悪いよ。だけどこれが俺だ。ないよ、全然かっこ悪くなんてないよ。むしろかっこいいじゃないか。だから朝日はずるいんだよ。そうやって自分の思いを素直に伝えられて。水木。でもね、誰かの妄想が侵食したせいで、その妄想に気づきもせずに傷つく人だっているんだよ。その人はね、きっとどうして自分が傷ついているのかもわからない。誰に伝えていいかもわからない。誰かに伝えることなんてできない。思いを伝えたくても言葉にできずに傷つく人だっているんだよ。だから僕たちが気づいてあげないといけないんだ。やっぱり朝日にはわからないよね。だからお前は自警団に。分かったように言わないでよ。やっぱり朝日にはわからないんだ。だったらわかるように話してくれよ。だからだよ。自分の思いを伝えられない、弱みを見せられない、そんな人はどうしたらいいの。いくら分かろうとしたって、いくら分かってもらおうとしたって、そんなのは所詮分かったふりでしかないんだよ。違う、そんなことはない。もう終わりにしようよ。来ます。手を出さないでくれ。なんでよ。これは俺とあいつの問題なんだ。好きにしろよ。覚悟はいい。なろ、とっくに決めてきてるよ。それじゃあ行くよ、朝日。ぶつかってこいよ、水木。ぶっ飛ばしてでも止めるからな。久しぶりの派手な喧嘩をしようぜ。朝日だけには負けない。フロートバルト。まだまだ。三連射。ふっ。これでも邪魔だよ。いや。ヒエンジン。引くよ。お前がやるって言うなら。ラウンドエッジ。俺はいくらでも引くやつ。スイープバルト。これです。邪魔だよ。タッチや。まだまだ。ラウンドエッジ飛んでけ。邪魔だよ。お前がやるって言うなら俺はいくらでも付き合う。まだまだ。ヒートバルト。ヒエンジン見とけよ。放つ。まだだよ。タッこれで終わりだ。貫く。3連戦貫く。これでバッと打ってくれ。息が上がってるんじゃない。3連戦やるだろ。貫く。そんな。どうだ、水木。俺の勝ちだ。いや、まだだよ、朝日。まだ勝負はついていない。その通りだ。この勝負、まだ決着はついていない。秋葉原自警団参上。参上。こいつらしぶといな。朝日。
さすがに私たちも戦わせてもらうわ。まさに総力戦だな。でも勝てるかな。私たちもうボロボロだよ。少し不安。来る、近づいてくるっち。ピンク、どうしたんですか。相手は4人、合格よ。それに、俺たちはまだまだ戦える。確かに我々の方が少し不利な状況のようだ。だが諸君らは大きな勘違いをしているようだな。勘違いですって。我々秋葉原自警団は4人ではない。諸君らに新メンバーを紹介しよう。マジかよ。なんで、あんたが。紹介しよう。秋葉原自警団5人目のメンバー、星野咲君。みんな久しぶり。咲き。おい、何の冗談だよ。笑えない冗談はやめてくれよ。嘘ですよね。ねえ、嘘ですよね。なんで、なんであんたがそこにいんのよ。なあ咲き、どうしてなんだ。俺たちはお前の帰りを。何か言ってくれよ。自己紹介は不要のようだな。各員、戦闘配備。あなたの妄想、受け負います。あなた方、ご案内いたしましょう。夢より素敵な妄想の世界へ。カノン、どういうことだよ。総員に告ぐ、今すぐここから撤退だ。団長、私もうダメ。私もう、どういうことか説明しなさいよ。みんな大丈夫か。くそ、俺ももう。いや、まだだ。よく頑張った。ちょっとだけおねんねしてな。みんな。私はたくさんの妄想を受け負いました。そこに私の意思はありませんでした。それこそが私の存在理由でしたから。私はどうして生まれたのでしょうか。私は生まれてもよかったのでしょうか。その問いに意味はないのかもしれません。ですが、せめてもの自己肯定をさせてください。どうかあの選択を後悔しないでください。素敵な明日を過ごしてください。それが私の生まれた理由になれば幸いです。この町の片隅で私は願っています。